はい、今回の動画は Excel で決まった数値以外を入力できないようにする方法をご紹介します。で、まあ、Excel の、ね、表なんかでですね、この数値を入力をするときにね、もうある特定の、ね、この範囲の数値しか入力をしないということがあると思います。まあ、例えばね、今回の表で言うとですね、この会員種別っていうところの、ここにですね、例えばじゃあ数字の1を入力をすると、この右側のこの表からですね、このプラチナっていうのを引っ張ってきて、プラチナっていうふうにね、表示させるようにね、こちらの表はしてるんですけども、まあ、この場合で言うと、この1から4の間しかもう数値を入力をしないと言ったときにですね、まあ、それ以外のですね、この数値を入力をしようとしてもね、エラーでですね、このね、返すようなことができます。じゃあね、早速そのやり方なんですけども、じゃあ今回この B 列のところですね、ここに数値を入力をするので、この数値を入力する範囲をね、マウスのドラッグとかで選択をしてもらって、この上のデータタブですね、こちらを選択をしてもらった状態で、このデータツールの中のですね、このデータの入力規則っていうところですね、こちらをクリックしてください。はい、そうするとね、このデータの入力規則のね、ウィンドウが開きますんで、この設定タブですね、こちらが選ばれているのを確認してもらって、まずはこの入力値の種類っていうところですね、この矢印のところをね、クリックをしてもらって、この整数ですね、こちらを選んでください。そうするとね、この下のところにデータというところで、次の値の間というところですね、これが選ばれているのを確認して、まずはこの最小値ですね、まあ、今回で言うと数字の1になるので、最小値のところに1と、で、最大値が今回で言うと4になるんで、まあ、4というふうに入力をして、これで OK をクリックします。はい、そうするとね、これでですね、この今選択したところの範囲が数字の1から4以外のね、数値が入力できない状態になりますんで、じゃあ例えば今ここに5とかって入力をしてみましょうかね。はい、そうするとね、このエラーが出てくるということで、このね、今選択したところはね、この数字の1から4以外のね、数値が入力できない状態になるということですね。なんで、しっかりとじゃあ例えば4とかっていうふうに入力をすると、まあ、この数字が入力をできて、まあ、レギュラーっていうのが出てきましたということですね。はい、といったことでね、このあるね、決まった範囲の数値しかね、入力をしないというね、ケースがあった場合はですね、このデータの入力規則を使うことによってですね、この間違った数値をね、入力をすることをね、防ぐことができてね、まあ、非常に便利だと思いますんでね、まあ、その時にね、まあ、今回のこの方法を使ってもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。